そうよ。ここはシーゼンタウンという町なの。少し狭いけれどいい町なのよ。へえ。シーゼンタウン、自然や自然。ドラえもん、のび太の牧場物語。はい、ということで今回からこのドラえもんのび太の牧場物語をやっていきたいと思います。はい、初めから。なんでジャイアンなん？同意する。チックさんの蝶ネクタイを結んでいます。誰チックさんって。全くわからんけど、なんか絵本の中の世界みたいよね。めっちゃ可愛いんやけど、絵が。いいね、いいね。ドラえもんとのび太がなんか話しよる。病院の鼻に水をやっています。え、自分とこだけじゃなくって、なんか他の人のところの水もやらんといかん感じ？違うよね。もぐもぐのメニューを書いています。何それ、なんか知らんけど、レストラン的な感じ。コケッコハウスのドアを修理しています。コケッコハウス、それは鶏小屋かな。ドラえもん、全部言わんのかい。どうしたんだい？何のび太くん。その僕、ここでずっと昼寝できるならここに住みたいよ。やれやれ。何言ってるんだよのび太くん、僕たちは帰らないと。もっと寝てたいよ。のび太はなんかどうした？のんびりしすぎやろ。もうちょっと。あと10分。あ、夢？あ、そっか、夏休みの自由研究の課題を考えたらいつの間にか寝てたのか。もうあった、もう始まっとんかと思った。ママに見つかる前でよかった。よし、もう一頑張り。何にするか考えないと。お、ドラえもん来た。あれ、のび太くんが起きてるなんて珍しい。面白い顔してどうしたの？違うよ。面白い顔とはなんだ、今真面目に考えてるの。あ、ドラえもんが起こしたわけじゃないんよね。君が真面目に考えるなんてろくでもないことに違いない。今夏休みの自由研究を何にするか考えてたんだ。ろくでもないことか。な、まさかのび太くんが宿題のことを真面目に考えると思ってなくてごめんよ。今いつなんやろ、ね、ごめんよ。のび太くんは頑張ってるみたいだし、僕は外に出ておくよ。そうじゃなくて手伝ってって思ってそう。あ、違う。ドラえもんたら、僕だって真面目に考えているんだ。全然思いつかない。ちょっと休もうと。あ、やっぱりドラえもんはおるべきやわ。そういえばあの夢の場所、とても寝心地が良そうだったな。行ってみたいな。のび太、宿題は済んだの？あ、このバッドタイミングで。のび太？のび太？は、はい。いつもいつも昼寝ばっかり。そんなことより宿題をしなさい。さっきまでしてたんだよ。ママ、言い訳は聞きたくありません。まあね、ドラえもんに言ってもらえばあれやけど。みんなしてそんな風に言うなら、僕はママのドラえもん見直すような自由研究をしてやる。あ、それでってこと？牧場。のび太、そうは言ったものの、どうしようかな。あれ、ん、なんだこれ。種、渦巻き模様でとっても珍しい。もしかして新種？あ、なるほど、こういうなんか、なんていうん、こういう画面の時のはちゃんと全部読んでくれるやん。これを育てるのが僕の自由研究だ。そんな怪しげな種、種っていうかデカすぎん。のび太くん、アニメになった。あ、すげえ。こんな絵やったっけ。アニメ民権よくわからんけど。ドラえもん。何、どこに持ってったの？あ、山に植えるの。ま、さすがに家には植えんか。普通の道具とかもポケットに入っとんかな。すぐに育つような、じょうろってこと。何、家でみんな。3人揃ってどこでもドアが欲しいっていつも言いよった私。かわいい。そう、このカメラもなんか昔何やったんやっけ、なんか映画で使いよったよね。あ、気になった。すげえ。ん、雨が。めっちゃアニメやん、すげえ。すげえ。しかもなんかセリフが何にもなくてもいろいろ伝わってきそうな感じやね。うわ、吹き飛び。ん？なんか輝き出したよ。え？木ごと？
あ、なんかあれじゃない？タイムマシーン乗っとる時みたいな感じ。え、道具、え、道具全部投げ捨てたよ。大丈夫なのあれ。なんでそんな空間で投げ捨てたよ。あ、夢の場所や、さっきの。なんか猿が一緒におるけど。3匹ほど。なぜ伸びただけあんな遠くに。くすぐったいよ。仲間やと思われた、ドラえもん。かわいいあの猿、何親子？あわわわわわ。ん？道具？さっき全部撒き散らしてきたよ、道具。あ、かな？あ、表情変わらんのかと思ったら、一応変わるは変わるんか。あ、待て。口が開いたりせんのかな？いたた。みんなが背負っとったリュックがない。基本みんな笑顔やね。みんな無事か、うん、なんとか。さっきの嵐は何だったのかしら。このみんなの名前の横についてるハートは、牧場物語でよくある有効度みたいなやつかな。あんなにひどい嵐は初めてだよ。まあね、あんなでっかい木が吹き飛ぶほどの。みんなに巻き込まれちまったみたいだな。なんかこの何、町村の人だけじゃなくって、仲間内でもあるんやね、ハート。のび太さん大丈夫？寝てる。あと10分。のび太さん。ドラえもんが猿を追いかけてたの。ここは。それが。嵐に巻き込まれたみたいね。神殿的な感じ？あ、周り水あれ。めっちゃ自然いっぱいやん。いいね。でもよ、こんな大きい木、近所で見たことねえよな。どこなんだ？ね、僕たち帰れるのかな。それはまだわからない。牧場物語やけど、どうやろう。一応ストーリー的なものがあって、最終的に元の世界に帰るっていうのがクリアなんかな。うるせえ。痛い。多分クリア後は元の世界と行ったり来たりできるように。行ったり来たりはないか。分からん。あれ、ね、ドラえもんは。あら、そういえば、もしかしてドラえもんのやつ一人で帰ったんじゃ。違うよ。ドラえもんはそんなことしないよ。そうだ、どこかにいるはずだよ。探そう。一人で帰ったっていうか、普通に考えたらここに飛ばされてきてないだけって思う。どうした、猿の軍団に。もうドラえもんどこに行ってたんだよ。秘密道具を動物に持っていかれたんだ。あ、そういうこと。それで動物を追いかけたら、急にクマが現れて、連れてきた、もしかして。最悪。そんな、クマ？ドラちゃん平気なの？そんな、僕は平気だけど。それって、っていうか秘密道具を持っていかれたって。おいおい、元の場所に戻れる秘密道具とかちゃんと残ってるのか。すべてない。あ、わわわわわ、あ、どこでもドアがなくなってる。やけん、それはさっき異次元の空間で。これじゃあすぐには帰れなさそう。そんな、せめてここがどこか分かればいいんだけど。そんな、でもここがどこかなんて、嵐に巻き込まれてきたから遠い国とかだったりして。嵐に巻き込まれたらそんなことになったりするの、ね、その可能性もある。でもあの嵐、もしかして時空の歪みかもしれない。時空の歪み、うん、そのせいで僕たちは違う時代に来ちゃったのかも。あ、時代が違うんや。へえ。おいおい、確かにひどい嵐だったけどよ。嵐に巻き込まれたくらいでどうして違う時代になるんだよ。だから時空の歪みだって言ったじゃないか。でもね、巻き込まれた時チラッと見えたあれはタイムホールだった気がするんだ。ちょっと、時代が違うんじゃ元の世界に戻れないんじゃないの。そうか。ん？ねえ、タイムベルトがあるんじゃない、巻くと時間を移動できるやつ。そのタイムベルトは修理に出しちゃってるんだ。そんな、なんだと。どうすんだよ。とりあえずこの辺りを見てみようよ。そうよね、ここにいても何もなさそうだし、うろうろして平気かな。よし、行ってみるしかねえだろ。ほら行こうぜ。まあクマがおったって言ってけんね、大丈夫なんだろうか。歩き回ってめっちゃ走るやん。あ、桜が咲いてる。まあ春からのスタートか。
本当に見覚えない場所だな。水の音が聞こえるわ。もしかして、まあすぐそこで流れてるからね。こっちの方かな。そんな走らないと見えない。あ、滝がってこと？川じゃなくて。こんなに大きな滝が。滝があって、あんなに大きな木があって、本当にどこなんだろう。でも時空を越えてきたんならまあ、ね、今はない場所かもしれんよね。もう少し歩いてみようよ。そうだな。自由に動かせるのはいつだい？お、動かせそう？私が動かすのは伸びたってことでいいよね。とっても素敵な街ね。誰かいるかもしれないぞ。行こうぜ。おお、ジャイアンが一番張り切ってる。何かあったら危ないよ。ちゃんと止まってくれとんや。お、人がやってきた。何？この子は？えら、イフカテミク。あ、これはこんにゃくこんにゃくがいるんじゃない？あら、ここっと。おいおい、なんだよ、何言ってるのかわかんねえよ。なんだか焦ってるみたい。まさか。急に私たちが来たから驚いているんじゃないかしら。ドラえもん、こんにゃくこんにゃく出して。イーナオレッティ、ちょっと待って、今すぐ。早く早く。元の言葉にもなんか規則性みたいなのあるんかな。 あった。あ、全部がないわけじゃないんやね。都合よく翻訳こんにゃくはあると。都合よく。ほらちょうだいよ、これで言葉が、ね、どこから来たの？ねえ、君たち誰？この辺で見ない子だけど。よし、分かるようになった。はじめまして、ね、それで君たちは誰なの？こんにちは。あ、僕のびのびた。嵐に巻き込まれてきたんだ。こんにちは。私は源静子。こんにちは。俺は郷田武。ジャイアンって呼んでくれよな。結構礼儀正しいんやね、ジャイアン。こんにちは。僕は骨川スネオ、よろしく。こんにちは。僕ドラえもんです。嵐に巻き込まれたって？そうか。こんにちは。僕はランチ、そこの牧場に住んでるんだ。この牧場ランチさんのお家なのね。素敵。おー、それより君たち帰れないんでしょ？どう困っているならうちに来る。へえ、さっきまで怒っとったっぽいのに。いい子。いいの？大丈夫だよ。うん、おばあちゃんと二人暮らしたし構わないよ。入って。ありがとう。ランチ。ありがとう。ってことはしばらくここに居候かな。ほら、ここが僕の家だよ。あ、おやおや、ランチちゃん、新しいお友達かい？かわいい。おばあちゃん、こんにちは。あ、僕のびのび太です。僕はドラえもんです。こんにちは。私源静香です。こんにちは。俺は郷田武史です。この流れ毎回やるんすか？こんにちは。僕は骨川スネオです。こんにちは。あら、まあ丁寧にありがとう。私はパスチーです。パスチー。のび太たちは嵐に巻き込まれたんだって。おや、もう嵐に。また嵐が人を連れてきたのね。ん、初めてじゃないよ。またおばあちゃんはそんなこと言って。気にしないで。もしかしてなんか古くからの言い伝えとか、大昔に同じことがあったとか。ねえねえ、ここは他にも人が住んでいる町なの？ええ、そうよ。ここはシーゼンタウンという町なの。少し狭いけれどいい町なのよ。へえ、シーゼンタウン。自然や、自然。あ、もう夕方か。僕は畑に水をやりに行くよ。ここで牧場のノウハウを教えてもらうってことかな。畑？それにしてもこんな小さな子供たちも嵐に巻き込まれるなんてね。何？おばあちゃん何か知ってるの？いい。嵐は人を連れてきたり連れて行ったりしてしまうのよ。じゃあ代わりに向こうに行った人がおるかもしれんってことや。いい。でも平気よ、大樹が嵐から守ってくれるわ。え、守られてないから連れて行かれる人がいるの？じゃないの、違うの。あの大きな大樹が町を守ってくれるの。だからここにいれば安全よ。あ、ここにおったら大丈夫。それならとりあえずは安心だね。ねえ、それじゃあどうやったら帰れるか考えようよ。そうだな。よし、のび太はどう思う？まずここがどこか調べる。秘密道具を見つける。まずここがどこか調べる。シーゼンタウンって言ったけど、まあどの位置にあるかってことかな。それはまずここがどこか調べるのがいいんじゃないかな。そうね、どこか分かれば戻る方法見つかるかもしれないわ。よし、確かにそうだな。よし、街を探検しよう。待ってよ、そんなゆっくりしてる場合？なんだと？じゃあお前は何か案があるのかよ。その、
それは。こらこら、喧嘩はいけないわよ。あ、おばあちゃん目開くんやね、ちゃんと。ごめんなさいパスチーさん喧嘩ばかりしていると女神様から嫌われちゃうわよ。あ、もしかして、え、歴代ずっとこう牧場物語に出てきた女神様、ここにも出てくる感じ。女神様なんだ。それはね、この町にある胎児も持ってくださる救いの神様よ。もしかして僕たちが気づいた場所にあったあの木。でもあの木には誰もいなかったけれど。ああ何、またおばあちゃんは女神の話をしてるの。あ、もう作業終わったの。いや、早いね。ランチお帰り。女神様のこと知ってるの。はあ、あんなのただの作り話だよ。そうだ、そんなことよりもう遅くなっちゃったし、今日は泊まっていくといいよ。今日は、この先はいいの。うん、部屋は余分にないからみんなでぎゅうぎゅう寝てもらうけど、それでよければ。ありがとう。この先はどうしたらいいんでしょうか。私そうだわ、しずかちゃん私と一緒に寝ましょう。はい、女の子やけんね。ありがとうございます。そうね。さてと、寝る前にお腹空いたでしょ。ご飯まで。そういえばそれじゃあご飯を作りますね。そうだわ。ああ、私手伝います。ありがとう。さすが女子力の塊。何作りよんや。おやすみ。え、もう寝るの。ご飯は次の日。飛ばされるんかい。そこ、おはよう。おはよう。実はそういえば朝起きたらランチがいなかったんだけどランチちゃんなら外にいますよ。ああ、おかえりランチちゃん。噂をすれば誰、村長さん、ヤーメイちゃんも一緒なの。おはようございます。おはよう、パスチーさん。さて、お前たちが昨日来たという子供だな。あの、みんな、この人はこの町の町長のヤーメイさん。あ、町長か。そうか、町長。その通り、わしはお前たちにこの町のルールを教えに来た。それは、あれなの、よそから来た、ここに定住するわけじゃないかもしれない人にも適用されてしまうの。ルールって何ですか。実はこの町の子供はみんな仕事を手伝うのが義務なんだ。子供が。そうだ、当然だ。ランチもこの年で牧場の手伝いをしている、ヤーメンちゃん、みんなはずっと住むわけじゃないのよ。そうね、お仕事のお手伝いなんてすなさなくていいわ。いやいや、そうは言ってもパスチーさん。そうだな。まあいいだろう、パスチーさんに免じて許そう。わかったか。しかし暇そうにしていたら手伝ってもらうぞ。嫌な町長さんだな。どうして僕たちが手伝いなんか。今までの町長さんってなんかいい人たちばっかりだった気がするけどみんなは手伝ったりしなくてもいいのよ。だけどランチは牧場の手伝いをしてて。まあまあ、僕の牧場は昔から代々続いているからね。おばあちゃんの足も悪いし手伝っているだけさ君たちは気にしなくていいんだよ。まあほら、ここに住んでる人たちだから。でもこの町でしばらくお世話になるなら手伝いした方がいいのかも。そうよね、私もそれがいいと思うわ。でも今日はここに泊まっていきなよって昨日言われたけん、多分今日は泊めてくれないよのび太のくせにいいこと言うじゃねえか。やれやれ、ドラえもんの秘密道具もどこに行ったかわからないし。ごめんよ。よーし、町ってのがどうなのか見に行こうぜ。うん、そうだね、行こう。そうだ、それじゃあ僕が町の人にみんなのことを伝えておくから、朝ごはん食べたら行ってみるといいよ。ありがとう。よーし、それじゃあご飯を食べて出発だ。うん、ランチはこの町のみんなに顔が効くということなのかしら。え、もう朝ごはん終わったの。よーし早速いろいろ見て回ろうぜ。あ、ちょっと待って、とりあえず西のシーゼンタウンについて教えるね。シーゼンタウンの西ではなくて西のシーゼンタウン。え、西、なになに。この町は西と東に分かれていて、僕の家があるここが西のシーゼンタウン。他に2つのお店があるんだ。畑代々しよる割には小さくない？6マスぐらいしかないやんえ、それでやっていけるんすか。まず鶏屋。とっても賑やかそうね。ここでかいな。毎朝ここの鶏の声で目が覚めるんだ。晴れやかな朝。かわいい、羊がめっちゃかわいい。それから動物屋。何の動物がいるの羊と牛だね。たくさんいて毎日楽しそうなんだ。それじゃあまずは鶏屋さんから挨拶していこう。あ、じゃあ西には牧場、動物屋さんで鶏屋さん。よし、
この3つってことか。まずは L スティックで移動、方向ボタンでその方向にパッと向ける。しかも広いところを一気に見たいときは R スティックで見られる。そうだ、それじゃあ僕はニワトリ屋の前にいるから話しかけてね。広い方向を一気に見たいとき、あ、こういうこと。アップにしたりズームにしたりできるってことや。なるほどね。ダッシュはできないの。あれ、ねえドラえもんどこへ行った。動物屋の前って言わんかった。ドラえもんが話言わんかったっけ。さっき僕が動物屋だってさ、のび太は先にニワトリ屋に行くんだろ。ドラえもんが待ってる。あ、ニワトリ屋って言ったっけ。普通に忘れてた。動物屋じゃなかったわ。勝手に敷地内にまで入ってるね。いらっしゃい。え、ジャイアンのお母さんや。こんにちは。こんにちは。なんかすごい親近感。あら、はじめましてね、マイコ。うん、昨日この町に来たばかり。今お手伝いできる仕事を探しているんだ。あら、まあ、ランチ君から聞いたわ。じゃああなたがのび太くんで、あなたがドラえもんくんね。私はここでニワトリ屋をしているヘレンよ。ねえ、ここでお手伝いさせてもらえないかな。僕も手伝います。そうね、そうしてあげたいのは山々なんだけど。ただいま。君たち誰？女の子。ほら、ランチ君が言ってた子供たちよ。ああ、聞いてるよ。僕はニワトリ屋の息子のチック、男の子やった、うん、そうなんだ。今僕この町でお手伝いできる仕事を探してるんだ。でも、そうなんだ。あ、でもこの店はもう人が多くて。ヘレンさん、チックさん、二人じゃないの？それがね。違うわよ。もう一人やっかましいバカ息子がね。あ、ほら、帰ってきたら挨拶、手洗い、うがいでしょ。なんだよ。後でしようと思ったんだよ。ただいま。ほら、あと町に新しい子が来たの、挨拶しなさい。もう一人はジャイアンみたいな感じかと思ったけど、そうでもなかった。新しい？ほら、ランチ君が言ってたでしょ。のび太君とドラえもん君だって。ああ、なんか言ってたな。これは剣だ。どうだ、お前ら虫好きか。うん、虫。うん、好きだよ。そうだね、僕も好きだよ。それじゃあとりあえず仲良くしようぜ。じゃあな。虫が基準。じゃあな。ほら、ちょっと剣。たく、うん、はあ、というわけで子供が二人もいるから無理なのよ。そっか、仕方ない ね, ね。でも上の子は手伝ってないんじゃないの。どう、でももしニワトリについて何か知りたいことができたら来てね。お給料が出せんってことかな。この辺りでニワトリを買う人はそんなにいないよ。それもそうね。それじゃあお手伝い探し頑張ってね。ありがとう。またね。またね。またね。なんか兄弟で似てないね、性格が。そうだ、次は動物屋さんだね。こっちこっち。待って、なぜ先に行くの、ドラえもん。あ、いたいた。こっちは中に入らんのやね。あら、こんにちは。まだお店は開いてないのよ。でももう開けてもいいかしら。のび太のおばあちゃんや。そう、いや、僕は。あなたたち嵐来た人でしょ。のび太お兄ちゃんとドラちゃん。もうすでに呼び方が。そうなんだ。嵐に巻き込まれたなんて大変ね。でも嵐の日は外に出ちゃダメなんだよ。ごめんよ。今後は気をつけるよ。こんなちっちゃい子に。こんな小さい子に注意されるなんて。まあ、でも急に来たけんね。おばあさんたちが動物屋さんなの？実は。私たちは動物屋さんで、牛や羊の世話をしているのよ。私はラム。ゆうおばあちゃんとブルおじいちゃんと一緒に動物の世話をしているのよ。ラム？ラムは羊の肉やったっけ？ゆうとブルは？君みたいに小さな子もお仕事を手伝ってるの？うん、ラムね、動物さんと仲良しなのよ。そうね。ラムちゃんはお利口さんだからね。かわいい。あれ？それでブルさんはどこにいるの？もう寝てる。立ったまま。まだ寝てる。もうおじいちゃん、大きいて。なんじゃなんじゃ。お父さんお母さんは？あら、おじいちゃんおばあちゃんと住んだの？のび太お兄ちゃんとドラちゃんが来てるんだよ。のび太お兄ちゃん？ドラえもんくん？誰じゃ？なぜドラえもんくんだとわかる？ちゃんかもしれんや。ランチくんが言ってたじゃない。嵐で巻き込まれた子たちですよ。ランチくん？誰じゃ？普通にボケてるやん。嫌ですよ、あなたったら。ねえ、僕たちを動物屋で手伝わせてくれない？の
のび太お兄ちゃんとドラちゃん、うん、しばらくこの町にいるから何か魔女の人たちの役に立ちたいと思って。だけど動物屋には力仕事が必要なのよ。でもいいかしらね。だってラムちゃんが大丈夫ならね。しかしダメじゃ、のび太くんやドラえもんくんでは少し心もとないんじゃ、だってラムちゃんもちっちゃいし、プルさんやユウさんお年寄りじゃない。大丈夫だよ、僕たちが手伝うよ。じゃあ動物さんたちに決めてもらおうよ。そうね、どういう、そうしましょうか。そうじゃ、それがいい。動物さんたちに、うん、こっちに来て。拒否されそうな予感。たくさんいるね。この子のび太お兄ちゃんというの、隣はドラちゃん。町に来たばかりで動物屋さんのお手伝いをしたいんだって。どうかな、言葉がわかるのかい。なんなの、みんながのび太お兄ちゃんはドラちゃんのことを見てるのよ。どうでした、審査されました私たち。あれ、もうおしまい。なんか牛の耳がああいう風になっとるのってなんか珍しくない。どうだった。そっか、おかしら。それがのび太お兄ちゃんたち来たばかりだからまだ不安だって。もっと仲良くなってからにしてほしいって。寝るな。どうしたらいいの。動物さんたちも仲良くなってからだったらいいって。だからね、これから動物さんたちと遊んであげてね。ほら、うん、これから遊んであげようね、のび太くん。それじゃあとりあえず他の仕事を探そうかな。ううん、いいんだ、それじゃあまたね。またね。なんか羊っていうよりアルパカに近い感じで見える。またね。また来るんじゃよ。またね。のび太くんとドラくんですよ、いつでも来てちょうだいね。お手伝いできそうなお店は見つかった？2軒しかないのに見つかるわけないだろう。俺はもっとかっこいい仕事がしたいんだ。僕もおしゃれな仕事じゃないと。選ぶな選ぶな。そっか、それじゃあ次は東の自然タウンに行こっか。東はまた違った雰囲気ってことかな。こっちだよ。あ、おしゃれ。え、あ、どこから、もうここから東よね。超おしゃれなんだけど、人も多そうな感じするしね。どう、建物もいっぱい。はい、ここが東の自然タウン。素敵ね。意外と広いじゃない。そうだね、西に比べて東はお店屋さんが多いよ。そこが市役所とか、あ、違う、雑貨屋なんや、でかっ。まず雑貨屋、ね、何が売ってるの。作物の種とか肥料とか、僕はよくお世話になるんだ。でも繋がっとんやろ、西と東って。次は料理屋。美味しそうな匂いがすると思ったらここからだったんだ。でもこの町だとみんな家でご飯食べるし、あんまりお客さんがいるのは見ないな。こんなでかいのにもったいない土地代が。それからは病院。病院もあるのは安心ね。豪華やね、病院。なんか綺麗。あー、でもここの椅子さんはちょっと変わってるからな。まあまあ。行ってみて。あとは？最後は鍛冶屋。他のは普通に人の家ってことかな。鍛冶？なんかかっこいいな。そうだね。力仕事だったらおすすめだよ。ジャイアンがあの動物屋に行けばよかったんじゃない？よし。それじゃあ行こうぜ。うん、よーし、まずは雑貨屋に行こう。なぜいつもいつもドラえもんが先に。ここだよ、入るときは僕に話しかけてね。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、次回は東の自然タウンをいろいろと歩き回るっていうことかな。